相変わらずすごい砂嵐だな。奴らは南のバンカーロード東壁方面へと向かっている。追いかけるにはこのルートしかない。分かってるさ。
これはフランダール山脈だ。そしてあの裏側にバンカーロード洞壁がある。遺跡のあるバンカーロード洞壁に行くにはこの山道を登り、巨大なカルデラの内側に降りる必要がある。カーラ、グリードの位置は分かるか？今は採掘のオフシーズンだ。おそらくは下だろうな。そうか、そいつは少しばかり面倒だな。それって何のことだ？すぐに分かる。レナード、登山の前にキャンプを張るぞ。私はアークを手に入れろと言っている。ベルシュタンは何をしているのだ？それが今だ。そうか、そろそろ潮時だな、シャプール。はあ。シズナ様、ご無事ですか？はい、レナードも無理しないで、私なら大丈夫だから。それよりレナード、ちょっと気になることが。何です？黒い鎧の男は今までしつこく私を監視していたのに、今は現れなくなりました。現れなくなった？どういうことです？わかりません。いえ、私の考えすぎかもしれません。シズナ様、今どこにいるか分かりますか？どうやらバンカーロードの鉱山に向かうようです。そこにも古代の遺跡が。シズナ様はきっと俺が助け出してみせます。きっと。はい、そちらも気をつけて、レナード。やはり予想通り、バンカーロードの遺跡か。バンカーロードには古代より生き続ける竜の巣がある。その竜の一体が騎士の力を守っていると聞いているが。なぜそんなことを知っている？ふん、勘ぐるな。あんな町にいれば情報も入ってくる。竜に守られた騎士か。なんかかっこいいね。騎士の力が目的で行くわけじゃない。シズナ様を助けたいだけだ。いいさ、理由はどうあれ目的地は同じだからね。バンカーロード洞壁に行くにはこのフランナル山脈を登らねばならぬ。険しい山だ。少し骨が折れるぞ。わかってるさ。いきなり険しそうね。言えてる。早くも降参か。険しいのは地形だけではないぞ。それはそうだろうな。
れはバランドールにもフォーリアにも属さない。あれが自由都市グリードだ。グリード、なんだ？見て、あれはドラゴンだ。まずい、襲ってくるぞ。レナード、見ろ。黒い騎士、またあいつか。ドラゴンの一体がアークを守っているんだったな。ってことは、まさかあの竜がアーク。
白き勇者ウィゼリア、我に力を一心。このドラゴンからもう敵意は感じないよ。殺さないで。死んだのか。ああ、竜は仲間を殺した者を決して許さない。まもなく仲間がやってくるだろう。ここにいるのは危険だ。離れよ。誰がこんなことを。次は人間にでも生まれ変わってみるか。あまり楽しくはないな。あれ、カーラどこに行ってたの。いや、ちょっとはぐれてな。そう。奴は騎士の力が封印されているというドラゴンを探しているようだな。ってことは、奴らはまだ次のアークは手に入れてないってことか。そうなるな。急ごう。いよいよバンカーロード同壁だな。遺跡のある採掘場へはグリードを経由していくことになる。この崖伝いに降りていけばグリードへのゴンドラ発着場があるはずだ。